インチキ交換もいい加減にしろ。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クロウホーガンです。さあ本日なんですが、クロウさんのね、最強デッキ、最強インチキデッキ、ブラックフェザーを作ってきました。シンクロフェスティバル用ですね。シンクロフェスティバルが今開催されてて、まあもうここだろうと思って、ブラックフェザー活躍できるのここだろうと思って、組んできました。非常にね、かっこいいデッキとなっております。でシンクロフェスティバルでもそこそこ勝てます。でこのデッキどういうデッキかっていうと、高校全振りしまして、高校でひたすらぶん殴っていくっていうデッキなので、まあ先行でも一応やることはあるんですけど、フルアーマード出したりとかね、やることはあるんですけど、まあ高校の方が強いと思ってるので、まあ高校取ってぶん殴っていくっていう感じのデッキだと思ってください。で展開は対戦中の動画を見ていただければわかるかなと思うので、まあカードを説明していくんですが、エフェクトベーラーですね。まあこれはまあ誘発であるということと、あとこれ光属性なんで、今回このカオスルーラー意外と出せるんですよ。カオスルーラーとを出して、カオスルーラーでめくれたら、サーチできるめっちゃ強い誘発だし、あと光属性なんでカオスルーラーが墓地から蘇ってこれたりするんで、コストとしてね。これ入れとかないと光属性いなくなっちゃうんで、このデッキね。なんで、まあ、2枚ぐらい入れといていいかなっていう感じで入れてます。で、まあ、おろしはあんま必要ないかな。説明してないですね。ブラックフェザーがいると特殊化できるレベル1チューナーなんで、まあ、7チューナー、7シンクロとかできるし、まあ、4と1で5シンクロとかも、まあ、できるみたいな感じですね。で、増獣は高校用デッキなんで手札増やしたいから、3積み。で、サジンのハルマッタンは、これすごい便利なんだよね。ブラックフェザーいると特殊化できるんだけど、レベルを操作できるんですよ、自分の。違うブラックフェザー選択して、そういったレベル分上げるっていうことができるんで、例えば、ハルマッタンとゲールだったら8シンクロができるし、ハルマッタンとアウステルだったら10シンクロができるしっていう感じなんで、これ非常に便利だということで、まあ、旋風からサーチしてくるように、まあ、2枚ぐらいあった方がいいかなって感じですね。で、ゲールはもう言わずもがな、BF がいると特殊ができるっていう最強モンスターなんで、これ3枚。で、そういう方のブレイズは、打点が低いんで、旋風って、出したモンスターよりも低い攻撃力を持っているブラックフェザーしかサーチできないから、なんで攻撃力低いことが重要なんですよね。なんでそういう方のブレイズは1100だから、ゲールとか召喚してサーチできるっていうことで、まあ、1枚入ってるのと、手札に加わると特殊ができるっていう特殊化持ち中なので、まあ、入れてますっていう感じですね。で、グラディウスも特殊化持ちで、こいつ以外、フィールド上のブラックフェザーが1体のみの場合、手札から特殊ができるよっていうことで、まあ、例えば、ゲイルとグラディウスでなんかそのノーティングしたりとか、単純に、まあ、ポン出しできるレベル3の、特殊なモンスターということで、1枚くらいは入れといていいかなっていう感じで入れてます。で、兵艦。これはね、防天候入ってるんですけど、防天候をシンクロスターにすると、デッキから出してこれるので、まあ、これで兵艦出して、BF ってチューナーになれるんですよ。BF モンスターを素材にすると。こいつとか7チューナーになれたりとか、あと、千鳥だったら7チューナーになれたりとかするので、この辺で7チューナーと3で、まあ、フルアーマードしたりとか、あと、バロネスしたりとかっていう感じの動きをしていきたくて、戦闘で破壊されないモンスターになるんですよね。兵艦って、シンクロ素材にすると、戦闘で破壊されないっていうことが起きるんで、まあ、これフルアーマードでは有名で、これ何の効果も受けないモンスターなんですけども、こいつ、普通を兵艦素材にして出すと、何の効果も受けない戦闘でも破壊されないっていう無敵のモンスターが出るんで、まあ、怪獣要注意って感じですけども、まあ、これができるんで1枚。まあ、ブラストとクリスはまあいいことないかな、特殊ができるチューナーっていう、非チューナーっていう、レベル4のね、いう感じで、この辺はシムーのコストにしたり、まあ、闇の妖怪のコストにしたりすることによって、アウステルが除外されているゾーンからレベル4以下の、BF を特殊化できるってここ持ってるんで、まあ、これで除外 して、特殊召喚していきたいみたいな感じですね。まあ、ゼプロスも同じような感じ。で、アウステルは、除外されている BF を特殊召喚できるっていう効果があって、これがすげえ強いんですよ。これシムーンで除外しといたクリスとかブラストとかゼプロスを特殊召喚することができますし、まあ、基本的な動きは、まあ、旋風をシムーンで貼ってアウステルを持ってきてアウステル召喚して除外しておいたモンスターを特殊召喚することによってモンスターが3体以上並ぶっていう、まあ、感じなので、まあ、この動きが一番強いから、まあ、これは、まあ、3積みでいいかなっていう感じですね。でこいつ墓地から除外してるとなんかくさびカウンターを置けるっていうことを持ってて、そのくさびカウンターを置いてるモンスターパクれるっていうモンスターがいるじゃないですか。フルアーマードとか、あとくさびカウンターが置かれてるモンスターのなんか攻守全部ゼロにするっていうね、効果も持ってるこのアーマードウィングとかもいるんだけど、この辺のモンスターとすごい相性がいいから、まあ、これはめっちゃ強いですね。でシムーは言わずもがな、デッキから旋風置いて召喚するっていう意味不明モンスター、これマジインチキで、こいつは、効果を発動すると闇属性しか特殊召喚できなくなるっていう縛りがついちゃうので、まあ、これだけ注意ですね。で、闇属性の怪獣でラディアンを入れているっていう。
先行制圧モンスターをまあリリースしたいっていう感じですね。であとはサンダーボルト、ハービーのハニボーキー、闇ユー、ライトニングストームとかはいいことなくて、あ、翼の恩返し、これね、あの BF って結構手札の枚数が展開にかかってくるんですよ。手札の枚数がどのくらいあるかによって、要は特殊召喚できるモンスターがめっちゃ多いので、手札が多ければ多いほど特殊召喚できるみたいなもんなんですよ。だからまあこれはね、あのちょっと被ったら弱いけど、まあ、1枚ぐらいちょっと初手に来ると強いから、まあ、2枚入ってるっていう感じですね。まあ、で、旋風は圧倒的3枚。で、シンクロモンスターは、まあ、あの、レシピはね、概要欄に貼ってるから見てほしいんだけど、まあ、この辺のモンスターは、まあ、言わずもからかな。なんか、あんまり採用されてないモンスターで言うと、カオスルーラーと、多分、レッドデモアビスっていう組み合わせかな。一応、カオスルーラーは、あの、さっき言ったように、その、ハルマッタンとゲイルとかで結構簡単に出せるし、あと、4-4でも出せるんだけど、こっから、レベル1の、その中ナーがいれば、要はアビスにつながるんですよね。で、結構、あの、おろしとかが特殊召喚できる中ナーで、意外と、そのカオスルーラー、レッドデーモンアビスっていうこともできるし、あと、エフトベーラーなんか普通に中召喚して出したりとかも一応できるんで、まあ、このギミックは入ってますね。まあ、そこまで多く出すことはないけど、あと、あれだ、この、天意の竜騎神。これも8シンクロモンスターで、まあ、ハルマッタンと、ゲイル、から出せたりするんだけど、こいつ闇属性なんですよ。でしかも相手のモンスターの効果発動するとそのモンスター除外するよっていう結構制圧効果も意外と持っていて、でしかもその攻撃する時の効果も結構強いので、まあ、こいつはね意外とね活躍するかな、はいっていう感じで、あとはまあ BF モンスターいつものっていうのと、まあ一応バロネス、まあ、風なんでそんな簡単にそのシムーン効果使っちゃって出ないですけど、以上バロネスとか、あとまあ鬼丸とかが入ってるっていう感じかな。まあね、あの展開方法は基本的にシム、基本的にシムーンで旋風張ってアウステル持ってきて、アウステル召喚がまあ基本ムーブだと思ってください。意外とね、やっぱねリンクモンスターいないとレベルが合わない時にリンクモンスターに変換 してモンスターに変えることができないので、ちょっと難しいです、リンク BF よりはね、うん、はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあインチキ効果もいい加減に仕上がるデッキぶん回していきましょう。ハンド弱いですねハンド弱すぎじゃないこれ。お、スクラップリサイクラー、なるほど。これは一体何デッキだ。あーと、サルパフナー、なるほど。龍一クリストロンですかね。オーケーオーケー、クリストロン相手にとって必要がない。これもね、相手なのにシンクロしてくる、感じの、まあ、テーマなので、もう割とシンクロフェスティバルでは活躍できるかもしれないね。まあ、残念ながらクリスのハリファイバーが使えないっていう致命的弱点はありますけどね。まあ、シンクロフェスティバルとはいえ、なんかハリファイバーくらいは許してほしかったかみたいなとかあるけどね。まあ、ちょっとハリファイバーとオライオンだけは許すとなんかやばいけど、ハリファイバーだけはなんかちょっと許してあげてもよかったんじゃないかなっていう気はしてんだけど、ちょっとどうなんでしょうか。ゼピロさん、あ、まあ悪くはないな、悪くはない。俺はブラックフェザー毒風のシムーンの効果を発動、手札からレベル4の性能ゼプロスを除外し、このモンスターを効果で召喚するぜ。行けブラックフェザー毒風のシムーン、そして黒い旋風の効果発動。この永続カードもえらいインチ効果だぜえらいインチ効果だぜまあでもそんなに認識のないか、旋風1枚しか張ってないしな。ブラックフェザー南風のアウステルを召喚、そして黒い旋風の効果をチェーン打ちで発動、そして、ブラックフェザー南風のアウステルの効果、除外されているブラックフェザーモンスターを色上に守備表示で舞い戻す。さあ再び現れろブラックフェザー精鋭のゼプロス。おお、なんか全部取るなおい、大丈夫か、全部取るなおい。そして黒い旋風の効果によって砂塵の春末端を手札に加えていく。そして砂塵の春末端を手札より特殊召喚、特殊召喚に成功した場合の効果を発動しない。そしてレベル2の砂塵の春末端にレベル4の南風のアウステルをチューニング、シンクロ召喚ブラックフェザー星影のノートゥング。そしてノートゥングがフィールド上に存在する限り召喚権を1回増やせるぜ。相手の打点を800ポイント下げ800のダメージを与える。そして、手札より南風のアウステルを召喚、そして黒い旋風の効果発動インチキ効果もいい加減にしろ、インチキ効果もいい加減にしやがれ。これは突風のおろしかな、ブラックフェザー突風のおろしを手札に加えさせてもらうぜ。そして
レベル6のもう毒風のシムーンにレベル4のアウステルをチューニング。黒き旋風よ、その漆黒の翼ひるがえし天空を突き破れ、漆黒の召喚レベル10ブラックフェザーフルアーマードウィング。そして墓地で存在する南風のアウステルの効果発動、フィールド上の全てのモンスターにくさびカウンターをばらまくことができる。さあお前らのモンスターにくさびカウンターをばらまかしてもらうぜ。そしてブラックフェザーフルアーマードウィングはくさびカウンターが置かれているモンスターを一旦一度パクることができる。お前のものは俺のもの。おいおい伸びた、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ。さあクリストロンクオンの効果いいだろう。テクだから何らかのモンスターを特殊召喚しシンクロ召喚をすることができる。さあ特殊召喚するのは誰だ。スモーが強いんじゃないか。さあ2体のモンスターでシンクロ召喚、クオンダムクオンダムもシンクロ召喚できるんですね。これやばいですか、これ、ね、7シンクロ出てきたらやばいですか。これインチ効果もいい加減にしろっていうところ俺かこれ相手段ブラックローズ来るちょっとやばいね。疾風のゲールの効果、相手フィールド上のモンスターの攻守を半分満にさせてもらうぜ。そしてレベル4の精鋭のゼプラスにレベル3の疾風のゲールをチューニング。漆黒の翼ひるがえし雷鳴とともに走れ、天空の斬撃漆黒の召喚降り注げ、アサルトブラックフェザー周囲の雷蹴り。そして周囲の雷蹴りの効果発動、クリストロンインパクト、何除外されているクリストロンモンスターを特殊召喚する。なるほどなるほどなるほど。これ一回通るんですかね。アサルトブラックフェザー周囲の雷蹴りの効果、フィールド上に存在するブラックフェザーモンスターの数まで相手のカードを破壊する。一旦破壊したいんですけど何かありますこれあれだな、一応出しとくとブラックローズ飛んでくる可能性あるんで、ちょっとあんま出さない方がいいっていう話ありますよね。クオンダムの効果いいだろう。相手ターンにシンクロだぞ、インチキ効果もいい加減にしろ。やばい、あ10なんだ、なるほど。バロネースババババババロネース、バロネス、バロネスか、バロネスめんどいな。これ上から殴ればいいんじゃね。レベル6の星影のノーティングにレベル1の突風の卸をチューニング。漆黒の翼の嵐、そぼ降る雨に響け、雷鳴を一撃漆黒の召喚、スキル系のアサドブラックフェザー涙雨の千鳥。これは特に発動する必要なくて、これこのまんまぶん殴ったら、ライフ計算上さっき耐えてることが判明したので、このまんま殴ります。バトル雷鳴の一撃ライトニングスラッシュ、うおいけフルアーマードウィングブラックトルネードバワーこれがブラックフェザーの一撃展開だぜ。もうやばい、高校を宣言して高校を取ってくるデッキ、ロクラデッキじゃないですよね。この先行環境で、しかもシンクロフェスティバルですよ。シンクロフェスティバルだって言ってんのに、なんか高校を宣言してなんか先行するやつ眺めるだけってのが結構やばいですよね。普通考えて、うわ、だましや、長そう、長そう。まあ確かにシンクロモンスターは結構いっぱいいるよね、あだましやってね。純正アダマシアとかだとものすごいシンクロできるんだけどさ、クソ長そうマジで。これ磁石入ってんのかな、これバリ投げマジでこのデッキバリ投げ、いつまで回してんだよこいつ、ふざけんなかってマジで。守備表示とかもライトニングストームケアしてんじゃねえぞ、クソったれが。あったまってきたマジで。ここまでぶん回されるの今何分、7分くらい回されてるんですけども、7分間回されてるんですけど、7分間アダマシアオナに見せつけられてる、マジやっとれんの来た。7分20秒かったマジで許さねえこいつら。なんかあれだよな、魔法から止めんだよな、あのあいつは魔法から止めるからライトニングストーム意味ねえから、とりあえずまあこれは発動だからあんま関係ない。ブラックフェザーの、を捨てることによって黒い旋風を発動し、
ブラックフェザー、毒風の指紋を召喚。黒い旋風の効果発動。黒い旋風の効果により、デッキから、もちろん、南風のアウステルを手札に加えさせてもらうぜ。そして、南風のアウステルを召喚。あ、てか、あれか。これ、先に発動すればよかったな。ライトニングストーム。打たせてから、翼の恩返しすればよかったな。ちょっと温めすぎて今ちょっと頭に血が昇りすぎてね、ちょっと正常なプリングができてない。これは相手の3000パクればいいんだな。つまり相手の3000パクればいいんだな。俺ブリーズ持ってきて、ブリーズ出してやるよ。行け。ブラックフェザー、そういう風にブリーズは手段に加わった場合、このモンスターを特殊召喚できる。チューナーモンスター多すぎ問題が発生してるんだかな。どうしようかな。まあ、とりあえず、2、5、5、1、5、6、微妙ですね。とりあえず、ハルマッタン出して、ハルマッタンの効果発動。ハルマッタンの効果によって、このモンスターのレベルを6に変更していく。そして、レベル6のハルマッタンに、レベル4のアウステルをチューニング。シンクロ召喚。黒き旋風がどうのこうの、現れよ、ブラックフェザー、フルアーマードウィング。墓地に存在するアウステルの効果発動。アウステルの効果によりこのカードをゲームから除外し、相手のフィールド上のモンスターすべてにくさびカウンターを置くことができる。これによって相手のくさびカウンターが置かれたモンスターをフルアーマードウィングでパクる戦術。これが史上最強のブラックフェザー。そしてブラックフェザーフルアーマードウィングは何の効果も受けない。勝ったな。さっさとさっさとチェーンしやがれ効果を。マジで最後まで俺に気持ちよくデュエルさせねえやつだ。どうして俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ。お前のドラガイトはいただいた。お前のドラガイトはいただいた。さらばだ歴戦のデュエルたちよ。そして俺はレベル6のシムにレベル1のおろしをチューニング。シンクロ召喚。クロキ旋風がどうのこうの。アサドブラックザー収納ライキリー。そしてトップのおろしの効果ボケがクソなに見せつけてくれやがって。みんな先行取りたがるから、その点では結構ストレスがないと言っていいですね、このデッキね。あの必ずジャンクコンバーターやばい。これはね、いやこの動きされると世界が終わるかもしれない。さすがにライトニングストーム1枚では返せない気がするな。ジャンクシンクロン、ちょっと俺あのジャンルの動かし方わかんないけど、ジャンクスピーダーが出るともうなんか世界が終わるんでしょ。やばいんじゃないこれ。タクシー来た。パワーツール、何レッドデーモンズ、すげえシグナーリュバンバン出てくるやん。ブラックロースドラゴン、何すごい、なんかバン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 シグナーリュ出てくるんだけど、なんだこのデッキ。おいおい、シンクロモンスターのバーゲンセールか、なんだこれ。妖精のエンシェント出た。ちょ、あ、うなぎもどき来た。うなぎもどき、お前だけシグナルじゃねえな、さては。お前、うなぎじゃねえじゃねえか、ふざけんな。なんか、全然、まあ、しょうがないですけどね。うなぎ禁止カードなんで、しょうがないですけど。おっと、今度はなんだこれ、誰や、ブラックフェザードラゴン、なにすげえ、シグナーリュー全部出てきた。レッドデーモンズ来た。レッドデーモンズ、ガーデンローズメイデル復活。なにすげえ、シグナーリュー全部並んどる。でちょっとお前だけ違うけどな。お前だけは違うけどな。お前、私エンシェントフェアリーですけどみたいな顔して並んでっけど、お前だけは違うけどな。あ、なにレベル 1？ え、どういうこと。やべえ、なんか 5Ds 最終回みたいになってきたな。 5Ds 最終回になってきた。これは誰や、アルファン、お前誰やねん。ホワイトレイヤー、グリーンレイヤー、ブルーレイヤー、ちょ、わからん。何がしたい、君は何がしたい。長量子グリーンレイヤー、はあ、バカな、なんだこの展開力は。パワーツールドラゴンだぞ。パワーツールドラゴン、フルードフルーレ、なんだその謎の装備の方は。自分のもちろんレベル2以下のモンスターを対象にそのカードを特殊召喚できる。何、ジェットシンクロ、これはまさか、パワーツールドラゴンにジェットシンクロをチューニングしようというのか。お前は負の優勢何
スピードスペルシンクロパニックを使ったというのが実質バーラン4体のシグナーリオにレベル8のライフストリームドラゴンをチューニングリミットオーバーアクセルシンクロクソかっけ進化の光シューティングクエスタードラゴンかっこよすぎるかっこよすぎるなんていう展開力だ優勢素晴らしい優勢なんという美しい心境召喚なんという展開力だ素晴らしいだがな優勢だがな優勢男には負けられねえ戦いってのがあんだよ男にはなどんだけロマン展開されてもどうしても譲れねえ500メダルっていうのがあるんだ500メダルは絶対に渡さないやはりシンクロ召喚は未来は救えないシンクロ召喚で未来は救えない俺やってくれよりマジックカードライトニングストームを発動相手フィード上の攻撃表示モンスターを全て破壊するもちろんシューティングクエストドラゴンはマジックトラップモンスターの効果を無効にすることができるこれで相手の場に妨害はない俺は黒い旋風を発動こういう時に限って俺の手札は強いぜ俺はブラックフェザークライノブラストゲームから除外し黒い旋風を張りそしてモンスターを召喚現れろブラックフェザー毒風の主文そして黒い旋風の効果2回発動残念でしたね不動優勢さんキャラクター違うってたらちょっと残念ながらシンクロ召喚では未来は救えない君のね君の戦略は本当に素晴らしかったよ僕を感動させてくれたそしておそらくこの動画を見ている視聴者もおそらく感動してくれるであろうでもねだがしかしまるで全然僕を倒すには程遠いんだよね黒い旋風の効果を発動黒い旋風の効果によって、デッキからブラックフェザーモンスターをサーチしそして南風のアウツセルの効果によりゲームから除外されているブラックフェザークレイのプラスを特殊召喚ちなみに今相手のフィールドに立っているのは進化の光でも何でもねえやつはただの4000バニラだ俺は新規のフェスティバルで500メダルを獲得するために絶対にお前を倒す俺はブラックザーどっかはるなんだっけこれ、写真の春バッターを手札に加えていくそしてブラックザーそよ風のブリーズを手札に加えていくそしてそよ風のブリーズは手札に加わった場合特殊召喚をすることができるそして砂塵の春マッタンを特殊召喚そして砂塵の春マッタンの効果を発動レベル4つ上げさせてもらうぜそしてレベル6の砂塵の春マッタンにレベル4の南風のアウステルをチューニング黒き旋風よ進化の光を粉々に叩き潰せシンクロ召喚ブラックフェザーフルアラードウィングそして墓地に存在する南風のアウステルの効果を発動するぜ南風のアウステルはゲームから除外することにより相手フィード上の全てのモンスターにくさびカウンターを置くことができるそしてブラックフェザーフルアーマードウィングの効果お前のモンスターはいただいたの外じゃねえこんなもんこんなもん絶対にしてはいけないなんてひどいことをなんてことをしてるんだお前はこのクソ実況者人手らしい俺はレベル6のブラックフェザードッカツのシムーンにレベル1の突風の卸をチューニングシンクロ召喚やはりシンクロ召喚は悪でしたねうるせえ不動優勢何が不動優勢だ天地創造劇ザ・クリエーションバースト2連打こ
俺が遊戯王だったよ。悔しいでしょうね。500メダルはいただいた。